今週からお笑いタレント高谷の爆笑ネタ特集が始まります。今までお笑いから完全に離れた活動しかしてこなかった高谷さん、ネタなんて全く考えていません。そんな状況を考慮して編集長が用意してくれたネタコーナーですが、高谷さんは完全にありがた迷惑。さあ、この急遽作られた晴れ舞台を乗り切ることができるのでしょうか。はい、はい、編集長、作ってまいりました。いやー、できましたか。はい、編集にかなり時間かかった。まあ、編集より、まあ、考える方がそりゃ時間はかかりましたけど。いやいや、ネタはあっだからないって言うてるじゃないですか、マジで。え、1週間で、1週間でできたの？3日？まあ、ネタ、まあ、ちょ、まあ、実際的に言ったわけないですよ。どんだけバカにしてるんですか。いやいや、まあ、ネタは、そりゃ、その1日で書いて、うん、とりあえず、うん、大筋を、うん、でまあ3日ぐらいかけて、うん、まあ、ちょっとずつ精査していって、うん、って感じですかね。なるほど。でまあ、うん、5日目ぐらいでできて編集してって。あれもできるじゃないということで、皆さん、はい、見てみましょうか。はい、いきますか。行きましょうか。うわ、めっちゃこれでも、あの、皆さん、すごく、温かい目で見てください。お笑いタレント高谷がお送りするネタです。ドキュメンタリー番組を作ってみました。どうぞ。あなたは言いたいことを言っていますか？この番組ではいろいろなジャンルの方に自分の思いをただただ主張していただき、一方的にその方の意見をお伝えしてまいります。まず最初のゲストは居酒屋でバイトする23歳フリーター。時間は守らない、仕事はできない、暇があったらサボっている、そんな彼の主張を聞いてみましょう。僕、居酒屋でもう5年ぐらいバイトしてるんですけど、週に6、7回は今日は絶対行かへんぞって心に決めるんです。それで今日休みますって電話するんですけど、なんでやって理由聞いてくるんですよ。仕方ないからお葬式ですって言うんですけど、誰が亡くなったんやって、今度俺に誰か殺させようとするんですよ。誰も死んでないのに。まあ、それでも一生懸命考えておじいちゃんですって言うんですけど、お前おじいちゃんこれで50回目やぞ、まだ48回目なんですよ。何回生き返っとんねんって。俺父方と母方の2人しかおらんから、もうその分配方法ぐらいはそっちでしてくれ。不死鳥か、アニメのヒーローやないねんから、そんな生き返ったりせえへんねん。例えツッコミとかするんですよ。例えるんやったら不死鳥かアニメのヒーローかどっちかにせえや。まあ、行くつもりじゃなかった体に鞭打って、2時間ぐらいかけて気持ちの準備を整えていったら、なんで遅れたんやってまた理由聞いてくるんですよ。いや、迷ってました。迷っとったって、お前ここ何年通っとんねん。いや、行くか行かないかでどこ迷っとんねん。前ほんまのこと言ったら怒られたんでね、怪我したことにするんですよ。来るときにちょっと頭打っちゃいまして、
俺その時足押さえちゃったんですよ。それを宝物見つけたかのように、お前頭ってなんで足押さえて、顔から笑顔がこぼれそうになってるんですよ。他人の不幸を喜ぶって一番やったらあかん行為でしょ。まあ普通やったら喧嘩になりますけど、俺場の空気を読んで話そらしたんですよ。いや、あの大きいボールが当たっちゃいまして。大きいボール？いや、あのちっちゃい子たちがバランスボールで遊んでたんですよ。バランスボール？いや、バランスボールで何遊んのねんって思ったんです。お、思った。ほんで近くに行って、こんなんで遊んどったら危ないぞって思ったんです。お、思った。いや、バランスボールってね、ダイエットのためとか、あとバランス感覚鍛えるためにあるんちゃうんかなって、うん、言うたんですよ。言うた、それ言うた。いや、でもね、今時の子、人の話全然聞かないですね。いや、そりゃそうやろ。まあ、はたから見たらそれ、独り言やぞ。それもそうですね。あ、ほんまや。やっと場空気なごんだなと思ったら、お前ってどこ怪我したん？壊すんですよ。ちょっと古いですけど、これ KY ってやつですよね。そんな最悪な空気の中、最後まで俺仕事したんですよ。ほんなら、おい、レジ来てみろってレジ呼ぶんですよ。おい、レジのお金とレシート、なんで5万2000円も違うねん。理由聞いてくる。なんでなんで、全部俺に聞いてくる。いや、5万円はいただきました。ほんまのこと言ったらどうせ怒りますからね。今日はお客様に感謝の気持ちを込めてサービスさせていただきました。言うたんですよ。お前な、勝手なことせんでええねん。とりあえず5万2000円、お前の給料から引いとくわ。ちょっと待ってください。僕2000円はほんまに知らないですからね。なやねん。お前じゃあ、5万円取ったんかい。はめられたんですよ。お前もう明日から来んでええわ。やめてまい。いや、ちょっと待ってください。僕明日からちゃんとしますんで、どうかやめさせないでください。土下座しながら思ったんです。これがパワーハラスメントなんやなって。次に紹介するのは、日本で知らない人はいない超有名な方。彼は今まで公の場で姿を見せることはありませんでした。しかしこの番組で自分の思いを伝えるため、カメラの前に現れたのです。牧葵さん、30歳、カッパ。ベールに包まれていた彼の主張に耳を傾けてみましょう。僕、生まれてからずっとカッパなんですけど、なんで俺カッパなんやろって毎日思います。優しい知人は言ってくれます。カッパなんてなりたくてもなかなかなれないよ。なりたい人いますか？君にはその大きな水かきがある、泳ぎが速いっていう素晴らしい力を持ってるやん。こんなんいらん。確かに泳ぎは速いです。小学生の時、地区の水泳大会世界新記録を出して優勝しました。それでも表彰台の上には僕は立っていないんです。後で表彰状をもらいました。そこには1位と書いてありました。でも小さく、カッパの部って書かれてたんです。対戦相手が誰もいないじゃないですか。あと僕のカッパは遠い祖先の覚醒遺伝で、家族はみんな普通の人間です。名字もちゃんとあります。マキって言います。あだ名はずっと変わることなく、カッパマキです。僕の親は兄弟二人に色の名前をつけました。姉が緑で、僕が青いです。どう考えても僕が緑でしょ。恥ずかしいわ、これで青いって。あと環境が変わっても言われることはずっと一緒でした。あの有名なエビセンを食べていたら、おい、共食いか、あれにカッパは入ってないですからね。誰もやめられないし止められないんですよ。そんな役回りは全部僕に任されました。おい、放課後先生と一緒にやってもらいたいことがあるんやけど、誰かやってく、お、マキやってくれるか。え、ちょっと待ってください、僕は何も
できないですけど。何を言うとんねん、お前やったらこんなことへのカッパやろ。何も面白くない。何ですかへのカッパって。誰が作ったんですか。カッパの川流れとかやったらわかります。泳ぎが上手っていう代名詞としてカッパ使ってもいいですよ。でもへのカッパってあれたやすいっていう意味ですよね。カッパのへ見てたやすそうにするって思う人います。そもそもカッパがへしたとこ見たことあるんですか。放課後修学旅行のサッシをホッチキスで止めながらずっとそれを思ってました。あと僕だって恋をします。一度勇気を振り絞って告白したことがあるんです。前からあなたのことが好きでした。結婚を前提に付き合ってください。結婚？でも食生活とか合わなそうだし。僕あのキュウリとかそんな好きじゃないんですよ。でも私泳げないし。あ、僕水中より陸上の方が好きなんです。でも目立っちゃうし。じゃあもう黙っときましょう。デートの時はもう分からないぐらい後ろを歩きます。喋る時は誰もいない河川敷でしましょう。でもカッパだし。結局そういうことなんですよ。僕は一生幸せなんかにはなれないんです。つい最近までそう思っていました。でもこの石を身につけた途端人生は180度変わりました。水中に夕食を探していた時若い海女さんに会ったんです。それはそれはもう見たこともない美少女でびっくりするぐらいのカッパマニアでした。僕たちはその場で意気投合し3日後に結婚。家事はしっかりするし栄養士の資格を持っていて料理はプロ級の腕前。おまけにアクセサリー業界でのし上がった年商1兆円の大富豪の一人娘。家族みんなもカッパ好きで僕の言うことは何でも聞いてくれます。これも全部このミラクルストーンのおかげ。今なら税込み28万円。皆さんもこの奇跡の力をぜひお試しください。以上、今週もジャンルの異なる2人のゲストに登場していただきました。間違ってもいいんです。皆さんも自分の思いを伝えてみませんか。来週は口の軽い極秘捜査官と太ろうとしない相撲取りの主張をお届けします。いやー面白かったね。本当ですか。うん、透明人間スーツあそこで活用できたね。そうなんですよ。あんだけバカにしとってあそこで活用しました。あれだけバカにして。次週。あ、そう。まだやるんですか。まだやるんです。その一番最初に気になってたんですけど、うん、何週間にわたってとか言ってましたけど、うん、そう何週間にわたってあのお届けしましょう。まだやるんですか。まだあれだ、エッセンス足らないでしょ。まあ、お笑いタレント高谷ということですので、今度は一人で一人。あの京子ちゃんにああいう感じで出てもらったいや、いいんですよ。あれはいいんですけど、君の可能性をもっと引き出して今度一人で次は。マジで。あ、一人か。あ、俺完全に2人で何かしようと思ってましたわ。これか、何しようかな。